どうも、梅屋です。どうも、梅子です。いや、気持ち悪いんで、顔でかいっす。顔がでかいっす、梅さん。というわけでね、はい、梅屋チャレンジ、ついにやってきた。来ましたね。はい。まあ、僕たちに勝てたら、はい、iTunes カード3000分 !3000 分これはでかいっすよ。3000分ででかいっすよ。これは欲しいでしょう。はい、あと3000分で考えてみてくださいよ。3000分ね。でかいね。でかいね。でかいわ。お昼ご飯6日間食べれますからまあでそれをね、はい、狙ってきた猛者たちが、うん、猛者たちたくさんいて、まあ、抽選が終わりまして、はいはい、抽選がもう決定して第1戦目今回はアモさんという方。アモさん、いや、めちゃくちゃ有名な方ですよ。もう配信もされてて、めちゃめちゃ配信とかやってるんで、はい、しかも猛者のね、はい、あの猛者のアモさんとの試合というわけなので、そうなんですよ。我々も本気を出さざるを得ないですね。いくわよ。いってらっしゃいまあそれではね、そうだ、もうデッキの交換がこう終わってまして、はい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 、相手先にもう言っときますか、はい、相手が、はい、GGG と、アスクリ、アスリ、やはりこの鉄板の GGG アスクリですね、うん、やっぱり来ると思っていた、はい、でも同時に交換したんですけど、僕たちは、はい、18番街と、アスクリで行きたいと思ってます、はい、まあね、アスクリがやっぱ来ると思ったので、そうですね、まあ、ちょっと地雷18番街を、はい、できればアスクリに対して18で地雷でそうそうそう取りたいな、先に1勝取っておきたいと、はい、あったので、はい、そうだからアスクリを2立てする構成なんですよ、うん、僕はそうですね、はい、アスクリミラーでも勝ちたいっていうので、アスクリに若干強めに作ったアスクリと、はい、まあ、アスクリに強いと言われる地雷18番街、うん、この2個を持っていくことで、まあ、アスクリを抜けるのかなと、はい、まあ、自身の対策できないんで、そうなんですよね、はい、なのでこれでいきたいと思います、はい、それではいきましょう。 GO!メイヤゲームさあ、行こう。行くよ。相手は GGG と、こちらは地雷18番街でございます。まあどうすかね、相性的にはあまり良くないのかなとは思いますが、 GGG なのね。そうですね、まあまあまあなんとかなるでしょう、はい、的なね、なんとかしたいですね、はい、なんとかなるでしょう的なね、あれで、これまあいいですね、うん、まあ、いい、うん、ここはまあ地雷を、相手が私の娘なのでまあ地雷設置の塊でいきましょうか。地雷設置の塊でいきます。鎌足りでいいと思いますよ。いいっすわ、いいわ、いいっすわ。同級生なのよ、あやまちゃん。気持ち悪いな。あんたのキャラは何なんだ。あんたのキャラは何なんだ。誰なんだ。留学生よ。留学生何ですか。留学生梅子ですか。留学生梅子よ。日本語、完全に日本、昔おばあちゃんみたいな名前してんの。何が梅子じゃ。パクリパクリ出しました、ね、いいっすね。当然センスマよ。当然センスマと、あやめもいとこと、はい、あ、なるほど、攻めてきた。ここで地雷が割れなければコウ君をそのまま出しちゃいたいですね。ワンチャンどころか、ワンチャンどころか結構火力めちゃ出ますよ、ね、はい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 、これ結構やばいですね。でもこれあれ繋がんないですね。そうなんだよね。ここ埋められるだけで同時に攻撃ができなくなってしまった。でもこれいっちゃっていいんじゃないですか。いっちゃうか。いっちゃっていいんじゃないですか。だって1000ダメージかけられますよ、ここで。とりあえずはここであるんだよね。うずめにしますか。うずめ丸、うずめ丸みじゃないですか。丸みやうずめって感じじゃないですか。うずめが丸みやな感じだよ。うずめ丸みやっすね。うずめ丸みやですよね。いやあの、いやでもこう、いやでもね、いやでも2手目なんで、そう2手目なんで、そうそう、だからうずめいったらずらしたくないんで、うん、そうなんですよね、はい、で反対車線に、はいはいはい、あのルーシー1番に、はい、とかが同級生よね、はい、いいかなと思っちゃったり、これでわけで、はい、ございますよ。行くわよ。同級生なの。同級生ですよ。なんかこのなんか対戦会に持ち込むキャラではない僕ら二人ともね、最近なんか梅屋ゲームズカツラにハマってますけど、おっ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 、来てるよ。先手よ。しかも倒してくるね。倒してきますね。今のところダメージレース勝ってますね。これいいんじゃないですか、かなり。だってこれ処理回ってきたら、うん、マジであのコウ君ぶちかませますし、ですね、うずめんところ、あれ、 あれか、真ん中に置かれちゃってね、うん、繋がんないですよね。そうなんですね。微妙ですね、これは。これまだ
行きたくないな。でも行かないと、そうそう、まだ、そうなんだよね。もう、はい、次また溢れてしまうので、ただ置いても繋がらないんですよ。問題は13とかね、普通にばらけて置いちゃってもいいかなっていう気もあります。バーストか、バーストありですね。そうですね、打ちますよ。いきます。こちらいい、できれば自分、あーなるほど、そっちなんだな。そうくるか。こう3番でいいんじゃないですか。まあこう3ですね、はい。刹那に燃ゆるアダバナとならまさに敵地よ。ここつなぎたかったな。そうっすね。あやめをなんかもう5番とかに置いといて、うんうん、もういい気がするんですよ。そうっすね、はい。いや5、いや5っすね。いや5じゃないとミンチで勝利ちゃうから。そうかそうか、はい。それを置くことで2個またパシパシって置けるじゃないですか。こうしましょう。それも結構嫌かなと相手に。そうですね、はい。小賀県もただこのターンここで来ちゃってるんですよね。そうなんですよね。ちょっと引きが良い2ターン連続、うん、コウ君が先手来たんだけど。そうなんですよ。だからそのなんで繋がらないファイターをね持ってきてしまうのかっていうか、そこなんですよね。デッキ構築が悪い感じがしましたね。よく見ると絶対前圧ないから1番3番に置いたら繋がらないみたいなとこありますね。確かに確かに。ちょっと回復はしてる。はい、そうなんだよな。忍でしたね。忍でした。なるほど。ここでウルトラ級のターゲット火を見る。めちゃくちゃきついっすね。これきついな。毒消えて、まあ、900出ないことを祈って。そうですね、ルーシーを、ルーシー8、ルーシー8死ぬかってか。ルーシーそこっす。で、はい、でメロディーを4番に置くしかないと。そうですね。いや弱いなこれ。構築ミスりすぎじゃないですか。ここまでか。前アーツで繋がんないっていうのがちょっとしょぼいですね。まあ、次のターンの先手にコウ君が来ることを祈るしかないかなと。はい。相手もこの時代の数だったら動きにくいとは思うんですよね。そうですね。で、リューズ入ってたんで、あのケトラーとかだとただ地雷の上には置けないんですよ。リーサルナイス。なるほど。ただ守りには入ってきてくれている。ここ全部待ってるからね。慎重な試合運びだ。何くんだろう。リューズ持ってるな。現時刻よりバトル開始だ。何時に投稿を増やしてやろう。特殊効果だ。これも負けですね。お、いや、ないですよね。オガケン500じゃないですか。はい、負けっす。ないっすね。くぅ、構築が悪かった感じですかね。そうっすね。ラスト10秒だぜ。やりましょうか一応。練習頑張るぞ。いやー、まあ、でも地雷で置けないっていう可能性もありますから。まあ、確かにね、はい。そのただのそここれで勝てないっていうのは地雷のね、あれでしたね。そうなんですよね。まあこれに関しては若干やっぱり構築だったかなっていうのはあります、はい、うん。600が一体でもいれば負け。泣いても笑ってもあとスーターの決着だ。
まだまだまだ、まだこれで、あそこに置けたらか、波がです。あそこに置けばいいのか。別に地雷踏みながら来ればいい。いやいや、だから500以下だったから、ね、はい、1本目取られてしまった。まあそうですね、こういう感じですね。はい、なるほどですわ。じゃあ2本目いきましょう。はい、お願いします。さあミラーマッチいきましょう。まあミスターマインというからには GGG なのかなと思った方もいらっしゃると思うんですけど、今日の俺は違う。そこをね、あえて。そうです。僕は今日はあのミスターマインと来たわけじゃなくて、ただのクリーチャーとして来たんで。僕のことは何て呼んでもらっても構いません。あのクリーチャーと呼んでください。クリーチャーズですからね。はい。プロップ軸ですよ。今流行りの。マジ強いんだよこれ。いきなり600って意味がわからないよね。そう。でおまけのこのバトンタッチ効果ですよ。お、エロディちゃん来ましたね。うん。この序盤戦、手始めにどう配置する？メロディーはまあまあまあ。検討するぞ。元々向いてないから、ね。そうなんですよ。はい。青チーム強烈回転。ちょっといいですか？実に適切な試合運びだ。はい。なるほどね。さあどうするかな。まあ息時だと思うんで。はい。攻めの形を作れるか。素敵じゃない？もう攻めるしかないのかなと思います。メイさん、アラーム切って。失礼。行くしかないかなと。このターン1000ダメージを、はい、バッコリ削っていきました。最近ただクレイン入ってるんですよね。クレイン入ってる。なるほど。いやでもいいです。Cワールドですね。はいはいはい。Cワールド耐えたけどだね。さて、注目の序盤戦、攻めの形を来ますね。これもじゃんけんだよ、これこれもじゃんけんだよ。勝負だ、じゃんけん。先にがっつり動いた方の勝ち。さあ、どのメンバーがフィールドに出てくるか。いやー、ここでウィーゼルをきちんと絡めてきましたわ。このカード本当に嫌い。おかしいよね。おかしい。おかしい本当に。きつくないですよ。きついもうすでに。試合開始だ。行くぞ。ここで強化だ。青チーム攻撃開始。ウィゼ出てくるだけでなんか気持ちがね、なえちゃうんで。そうなんですよね。はい。まあ、とりあえずここを守って、はい、1100削られなかったら、うん、でも1800は無理だよ、まあ、1600だったらワンチャンあったかもしれないんですけど、結局回復されて1800まで持っていかれてるんで。そうなんですよね、うん、これを削り切るのはどうあがいてもって感じな気がしますけどね。この序盤戦、手始めにどう配置する。きちんとこの空いたところにプロップが飛んでくると上着をまたもう一回取り直すからね。あぶれ。あ、やばいやばいやばい。分かった分かった。これで。あぶれ。あぶねえ。でもこれ400で繋がれたら負けですからね。そうですね。さあ、どのメンバーがフィールドに出てくるか。ただ。ほう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 。これワンチャンあると。これで100残っているので。うん、ワンチャンあるぞ。ニャニャミが、そう、ニャニャミが前左前発を出せば、そうですね、出してくれて、いや出せば勝ちだと思います。はい、いきましょう。900いくんで。にゃたしの出番ね。クリーチャーズ。にゃたしの出番ね。おらー！あ、ナイス！ナイス！これがクリーチャーズ。はい、これがニャイスクリーチャーズ。マジ殴り合い。うん、うん、よし、取った。私の勝ちでございますね。さすがよ。いや、私の出番ね。さすがよ、ミスターマイン。これやられた方めちゃくちゃイライラしますけど、まあ、ウィーセルとね、お会いさせるとして、はい、はい、というわけで
3戦いきましょう。3戦目いきましょう。いきましょう。はい、まあね、やはりここまで来たら、はい、やりましょう。まあ、地雷18番とアスクリだったら、はい、まあ、この編成というか、まあ、地雷とアスクリっていう編成は僕が考えたじゃないですか、うん、はいはい。まあ、こうなることを予測してんだなんで、そうですね、はい、今環境アスクリが、まあ、どっちかには入ってくるんじゃないかというのを見越して、うん、そう、地雷を持っていこうっていうことにしてたんで、はい、まあ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 、そこね、うまくついてほしいところではありますが、うん、1体で取れるのいいですよね、両方1体で。そうですね。で、プロップが怖いから、うん、まあ、そこっすかね、こっちだね。まあ、あいつでいいんじゃない？ 300 のやつ リーダー横とか、いや、正面でいいか。そこってなんか裏目あります？ここの裏目はワンダードッグ置きながらで来られちゃうんで、やっぱこっちですね、そこですね。まあ、メロディーで結局一発なんで、まあまあそうなんですよね、はい。あ、いいとこ置きました、ね、うんうん、これ小賀県のポジショニングです。小賀ポジなんで、はい、ちょっとヒゲ剃ってなかったで、僕もヒゲ剃ってそっちだって男なんだよ、はい、ミスターなんで。ミスター地雷をさっきの試合みたいにバンバン並べていきたいですね。そうです。これなんだろうな。ウィーゼルは攻撃300だよね、多分。あれですね、あのお猿さん来ます、はいはいはい、あのルール無視して台の上乗ってるお猿さんでしょ、はい、あ、違った、スプリンク。これうずめ子じゃない？うずめ子っすね。うずめ子の羽とですよね。か、もしかとしちゃうのもありだね、200だから。ただこっちもダメージ出していかないとなんで、うずめ子をハネトですよね。処理するんだったらハネトなんですよ。まあ、そうしましょうか。とりあえずうずめ子、うん、うずめ子の、いやでも置きたいですけどね、地雷、地雷、あの、結局、まあ、600プロップ600あるから怖いんですけど、はいはいはい、地雷2個ババンって置いちゃった方が、うんうんうん、どっちかっていうとワンチャンある気がするんですよ。確かにこれでうずめも今地雷が確定してるから、はい、そう、じゃあ置けなくなるから相手が。そうだね、あの、はい、置けないファイターが多いんですよ。だから地雷置いた方が強い気がします。確かに200残したまんま、はい、行きましょう、はい、いいとこ。でもこれプロップでね、まあ、そう、壊しながらね、あいつ消えるんですよ。そう、腹立つよね。そう、プロップはそこのね、 HP600 ってのが地味に来た強い。これ勝ったんじゃない？いいっすよ、勝ったじゃない。バースト打って、だって 5、3埋まってるから5と3に置けるんですよ。なるほどね、まあ、プロップで決死になるから、はい、痛い痛い痛い。これで5の地雷とかを消してくると嫌ですが、OK、これ100だから、はい、今200、300しかないのか、はい、これ大丈夫でしょう、ね、このリーサルはなくて、だから地雷を消してくるか、地雷消すでしょう、もう詰めてくるかですね、うん、ハシビロウとかでもう殴ってくるか、どっちか。いや絶対勝ちっす、これ何が起きても勝ち。バースト打って、あれ処理されて5番に置かれて、あれ処理されたとしてもでも勝ちか、勝ちっす。よいしょ、よしよしよし、いいわ、よしいいわ、これ、ちょっと待って、これいいのか。で、こう5番を置いて、ようこ6で勝ちっす、で勝ちっすよね、はい、地雷打ちましょう、地雷打ちましょう。これがうめえやだ、危ねえ危ねえ危ねえ、バトルにかけたこの命最低チャンスが我が地雷抜け毛が、これ私の彼氏なの。いや、そんなかっこよくないんだろかっこいいわ、コウ君は。いや、確かにコウ君、コウ君めちゃめちゃかっこいいでしょ。コウ君ディスタンジャッジ、まあ、どこ置いても勝ちです。素敵、つなげれば勝ち、これは素敵よ。まあ行きましょう。それ、あのクリティカル700とか入ったら面白いですいきなり評価しない地雷のクリティカルね。わ
はい、というわけで、よし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 、なんとか第1戦目対アモンさんには勝利することができましたと。はい、これが梅屋ゲームです。よっしゃ。はい、というわけで、おい、なんとか、おい、はい、賛成、シェイ、おれい。まあまあまあ、僕たち昼飯3日分ずつ分け合いますね。梅屋そう簡単にね、そう崩され3000円渡すわけにはいかないと崩されないはい、まあまあまあ、やっぱでも非常に危ないし、まあ、いや本当に、いやマジで正直引き回ってプロップで僕みんな負けだと思ってましたもん。そうですよね、正直ウィーセルの強いと思って、そう結局どっちも最後の運、まあ、運ゲーって言っちゃあれかもしれないけど、まあ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 、運が強かったところは結構大きい、ね、引きもあって、まあ、あと、まあ、単純にもうブランド最初にマッチング、うん、お互い交換した時点で、はい、こっちの読みがちょっと合ってたかなっていうのはあったんで、そこのブランドの差っていうのもありましたね。そうですね、はい、まあ残念ながらアモンさんにはあれでしたけど、はい、まだ残り2人残ってるんで、 そうですね、まあ、そこでしっかりブロックしていかないと、はい、ブロックして行かないといけないので、いきましょう。第2回も楽しみにしててください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。